さて、始まりました、トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当させていただきます。RKB ホークス応援団長トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、もう皆様ご存知の通りね、えー、昨日土日で行われました、まあ昨日おとといですね、えー、日本シリーズ、第7戦までも連れ込んだオリックス対阪神の日本シリーズでございますけど、見事、阪神が、 ああ、オリックスを破りまして、えー、7対1で、えー、オリックスを破りまして、えー、38年ぶりのお、日本一に輝いたと、いうことで、阪神タイガースの、お、選手の皆さん、そしてファンの皆さん、えー、本当におめでとうございます。えー、ね、皆さんもこの、まあ、地でと言いますか、野球ファンの間ではね、多く言われてますけども、えー、僕もそう思うんですけども、本当にここ最近で一番、えー、熱いと言いますか、セッあ接戦の、 えー、日本シリーズだったんじゃないかなと、いうふうに思いますし、すごく試合内容も、シリーズ内容も良かった、あーシリーズンあー、シリーズじゃないかなと。ちょっとね、エラーが多かったのは、あ,あるんですけども、 まあ、両チームの意地と意地のぶつかり合い、えー、まあね、アナウンサーの方、実況の方も言われてましたけども、取っては取られ、取られては取ってと、いうことで、本当にどっちに流れがいいかわかんない、ワンプレイ、え、一球、まあ一つの走り、えー、まあ一つ一秒でね、流れが変わる野球の試合の展開を見せてくれたんじゃないかなと、え、いうふうに思います。38年ぶりということでね、非常に、え、関西が湧いたということでございますけども、 まあ、テレビに、えー、目を向けますと、えー、関西地区のね、えー、世帯視聴率が38.1%ということでございまして、とんでもない、えー、記録、そして瞬間最高視聴率はなんと驚異の50%ということでございまして、えー、とんでもない、えー、注目をう、まあ、浴びていたあ日本シリーズになったと、えー、いうことでございます。えー、僕自身もね、えー、まあ、2千とも、 テレビでしっかりと、フルでね、えー、見させていただきまして、気になる点もたくさんありましたし、さすがだなと思う点もありました。まあ昨日に関しましてはね、えー、3点3点というビッグイニングが2回生まれて、まあ完全に試合が決まってしまったというところでございますけども、土曜日のね、山本由伸投手の高等、関東のところではね、僕はね、阪神にペースがあるなと思ったようなシーンが何回もあったところで、 オリックスが意地の勝利と、お、いうところで、まあ、あこのね、えー、マンデー野球塾の中でもメールいただいたのもありますし、えー、どちらが勝つと思いますかというね、えー、まあ、 質問メールもね、いただきまして、僕はね、阪神が勝つと、いうふうに言っていたので、まあ、それが当たってよかったな、というふうには思いますけども、まあ、シーズン通して、そしてね、シリーズ通して、えー、阪神がね、常に僕は一歩リードしてたようにはずっと思えましたし、えー、やっぱ、あの、集中だ。集中力というのがね、すごく研ぎ澄まされた打線だったなと。やっぱり、えー、僕のね、えー、まあ、理想と言いますか、え、まあ、 ち強いチームのパターンとしては打順がね 決まっている、結構固定した打順でね、戦っているというところが強みだったというふうに言いましたけども、まさにそれが出たシリーズじゃないかなと。昨日も3、4番、5番で決着しましたし、8番木並選手の活躍なんかね、元ホークスの宮地選手を、ね、彷彿とさせるような、最強の7番、最強の8番ということで宮地選手もね、ブレイクしましたけども、あの時のね、ホークスを見ているような感じで木並選手を見ておりましたし、すごくね、役割分担がされたチーム、阪神タイガースということで、来年の ホークスもね、えー、だ固定打順で、えー、いけるような強いこのチームにね、まあ、なることを期待して僕は日本シリーズを見ておりました。えー、すごくね、えー、楽しみな、シーズンが楽しみになるような日本シリーズになりました。そして、えー、本日、ね、発表されたあニュースでいきますと、ーホークスの高橋麗斗氏と泉投手があー、ウォーカー選手、ジャイアンツのウォーカー選手との1対2の、2対1のトレードになったと。 えー、いうことでございまして、えー、まあホークスはずっと、特に、えー、右の対応特にね、外国人選手、が今、今年はね、あまり活躍できなかったというところで、ホークスはね、補強ポイントであったと。おジャイアンツの実績十分の大川選手を獲得するということで、えー、まあ高橋玲投手と、えー、泉投手を、まあ放出ということになったと、いうことでございましてね、まあ挨拶を終えたというようなニュースもね、 ええー、まあ映像や写真でね入ってきておりますし、ええー、まあ高橋麗投手はね、2軍では本当に無双状態、とんでもない成績を残しておりまして、ねえ、まあ1軍ではね、なかなかこの、今年はあ活躍できなかったと、えー、もちろん輝いた年ホークス何年もありますから、復活をジャイアンツで遂げてほしいなというふうに思いますし、泉投手はね、 えー、去年のシーズンの、えー、最終盤に、えー、打たれてしまってそこからちょっとね、えー、1軍では投げることがあまりできなかったと。玉タ,タ地球でね、えー、両選手も僕見させてもらったんですけども、本当にいいピッチングを2軍ではしておりましたんで、1軍でまたホークスに日本も来て、えー、見れることを楽しみにしていたんですけども、あまあ、それは叶わなかったと。ただね、東京ドームで躍動してくれる姿は我々は、 え、望んでおりますし、その姿が見れるのがね、えー、楽しみだなと。また交流戦なんかでね、えー、当たることもあると思いますんで、えー、そこを楽しみにしたいなというふうに思いますし、先発作橋礼、中継泉で、えー、ジャニンツに勝ちが、勝ちがつくようなね、試合を見れるように、我々は期待したいなというふうに思います。新天地でも頑張ってほしいなというふうに思います。 さあ、それではね、今日は、あもちろん、えー、日本シリーズ2試合、えー、ここね、振り返っていきたいな、というふうに思います。最後のね、京セラドームで行われました2試合、えー、ここ振り返りたいなというふうに思います。えー、阪神日本シリーズ優勝、優勝と言いますか、日本一おめでとうございます。さあ、それでは今日も始めていきましょう。プレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾 さあそれでは始めていきましょうまずはですね11月4日土曜日、えー、京セラドームオリックスが逆王手をかけたあ第6戦でございます先発、山本由伸さんそして村上颯輝投手ということで両チームのエースが先発ということに、まあ、なって、えー、おりました、えーまあえー、両投手の,、ね、の成績からいきますとまず村上投手は負、ね、けがついたんですけども5回4失点ということで少し、ね、流れを まあ、つめないまま、マウンドを降りてしまったのかなと。逆に抑えられていたオリックス打線が、ああ、奮起したのかなと、第一戦で抑えられておりましたんで、やり返しというパターンになったと。えー、対して、阪神、ええー、打線は、ああ、第一戦でオリックス山本由伸投手から7点取ったんですけども、逆に山本由伸投手が9回、ええー、138球のネット、14奪三振という日本シリーズ記録を打ち立てての、ええー、やり返しと。 いうことでございまして、表吉信投手がメジャーに行く前、えー、最後のね、日本球界の登板におそらくなるでし、なったでしょう。こちらの投球で、えー、優秀の美を締めくくったと、えー、いうことでございます。えー、9アンダーされますけども、14奪三振、1ホ一デッドボールで、まあ、結果的には勝利投手になったと。ヒット数は阪神の多かったと、お、いう試合でございます。この試合ですね、両チーム、立ち上がり、え安定し、するのかなと。 え、思ったところ、まず一回はね、一回もとはね、えー、半身打線が。 山本義信投手に、えー、抑えられて三者凡退ということだったんですけども、一回裏、オリックス打線が先頭の中川圭太選手、ーそして紅林選手のフォアボールでワンアウト一二のチャンスを作ると、いうことで、まず、えー、村上いい投手を攻め立てると、言ったシーンでございました。ここね、あのー、本当にあの、お村上いい投手からすると二球で追い込んで、よし、先頭バッター、まずは、あじっくり、 じっくりと言いますか、確実に打ち取っていこうというところで、えー、レフト前へ、村、えー、中川太と、あ、選手の。 打球が抜けていき、で、胸選手が一球で送りバントを決め、で、紅林選手がフォアボールで出ると、え、いうことでございまして、ちょっと投げにくそうにね、紅林選手にしておりました。ただ4番5番をしっかりと打ち取るという、まあ、あまあ、無難な、ああ、立ち上がりで無失点に抑えるということでございましたけども、2回の表、ノイジー選手がね、山本義信投手から先制のライトスタンドへのホームラン、えー、これね、 えー、ライトスタンドギリギリに、えー、飛び込むホームランだった。ああ、そういうね、強い逆方向への当たりだったんですけども、これあのー、山本由信投手の投げた球は156キロのストレートで、ちょっとボールゾーンのね、高めの球だったんですけども、ノイジー選手がね、振り負けずさすがというパワーで、えー、ライトスタンドに持っていったと。ちょっとこれで阪神にまた前流れが行くのかと思っているところに、 さらに、えー、佐藤輝明選手の高走塁のツーベースで、そして糸原選手のセンター前で、ワンアウト一三塁ということで、 もうこれはまた半神ペースになっちゃうかというところで、木並選手三振。ただ坂本選手デッドボール、近本選手三振ということで、えー、沢村投手,投手、沢村翔投手、三年連続投手四冠ですかあ、本当にすごい,い,い記録を成し遂げている山本由伸投手が意地の投球を見せたと。僕はまずこの試合のね、ターニングポイントはこの二回の表じゃないかなというふうに思います。これはまあ、半身サイドからしてのターニングポイント。八番木並選手の見逃し三振がかなり 痛かったし、まあ、そのインコースに来た球ではあるんですけどもギリギリといったような厳しいコースではなかったと、えー山本投手えー、吉野投手のストレートでなければ、えー、打てていたようなストレートただ山本、吉野投手が投げるからこそ打てなかったと。 言っったたようううなななににかといい思ますボール12球分内に入った真ん中寄りのストレートでございますんでまあ内野ゴロでもね木浪選手の足ならゲッツーを免れて2点を先制できたというシーンだっただけに阪神からしたらここでもう万事休すといったような。 僕が見ていて、うわ、この1点取れなかったのが後々響くだろうなと思いながら見ておりました。あそんなね、ターニングポイントになった2回の表、えー。それがターニングポイントだったと言わざるを得ないのは2回の裏のオリックスの攻撃。えー、ゴンザレ選手、杉本選手の連続ヒットで2 3、2, 3塁、ノ、えーアウト2、3塁。ここでね、若月選手のタイムリーヒット、そして中川圭太選手の犠牲フライで勝ち越しということで逆転に成功した2回裏の攻撃でございますけども、 えー、若月選手がね、ライト前にヒットを打ったんですけども、これストレートで、えー、ございました。この日ね、あの、村上投手、ちょっとね、え、第一戦と比べるとコントロールに苦しんでいたと。それはね、別にストライクは取れないと言ったわけではなくて、ストライクは取れてるんですけども、えー、右バッターのアウトコースー、右バッターのアウトコースギリギリに投げ込むストレートが、 えー、そしてスライダーがカットボールが売りの村上投手でございますけど、それがなかなか決まっていなかった。なんかこのボール2球分ぐらい外れるようなシーンが、1球分2球分外れるシーンがあって、えー、で、ストライクゾーンに投げたストレートは打たれてしまうというようなケースになってしまったと。相手の9番若月選手、値千金のライト前だったんですけども、踏み込んだというよりは、ストレートが来たと思って、まあ体が開かずに、あバットを合わせたと。惜しんで軽く合わせただけといったような当たりでしたけども、 えー、逆方向に、えー、とにかく転がせば何かが起きると思った若月選手の勝ちだったと。そして中川選手がしっかりと仕事をする犠牲フライで勝ち越し。そしてね、えー、ここでね、まあ、流れがオリックスに行くかと思ったんですけども、3回表、えー、山本投手から、中野選手が先頭でヒットで出る。ただここは3、4、5番が打ち取られて無得点。えー、ここでね、一つちょっと流れが止まってしまった。そして先頭バッターが出てにもかかわらずと。 そして4回表、さらに半身、1、えー、アウトから9アンダーとレフト前で、ノーアウト1、3塁のチャンス、エンドランが、 バッシリ決まるんです。ここは木並選手が捉えると。ただ、9番、1番が打てずにということで、もう5回、6回、7回、8回、9回は山本由伸投手劇場でございましたんで、こっからはもう尻り上がりに調子が良くなっていく山本由伸投手に手も足も出ないと。だからこそ、ここの2、3回が、まあターニングポイントになるんじゃないかなと。いうふうに、まあ絶対に立ち直ることは分かっておりましたんで、ランナーがね、 えー、出なければ山本投手の、まあ、ペースになっていきますね。で、ちょっとでも出なければ、それがきっちりとハマってしまったと。逆に5回裏、先頭の中川健太選手が先頭でヒットで出ると。で、胸選手は送りバントで、紅林選手がツーランホームラン。こっち、オリックス、こっちっ言いますか、オリックスは逆にノーアウトからのランナーを得点に生かしたというところで、ノーアウトからのランナーから得点に生かした。 オリックスと行かせなかった阪神というような分かれ方で、まあ、5対1で決着してしまったと。あまあただね、山本由伸投手のこの知り上がりといいますか、修正能力というのが異常だなと思うような本当に修正能力でございました。ここまで、 修正して来られると、それはもう手回しも出ないな、ということでございますんで、山本由伸投手の凄さも感じた、あ、投球でございますし、え、さすがだったのは、やっぱり、え、ストライクゾーンで、え、勝負したときに、え、打たれない球を持っている山本由伸投手の凄さ、あ、でありました。もう本当に四隅に決まるような球はあまりなかったんですけども、ストライクゾーンに行っても変化量とか、え、ストレートの伸びで、え、空振りやボンダウの山を築けると。 そ言ったようなあ、まあ、山手勝負投手の凄さ、14奪三振、工藤さんのね、13奪三振を抜く14奪三振ということで、お見事でございました。さすが、沢村翔投手といった試合になった。そして、昨日でございます、日曜日、えー、日本一が決まった試合、えー、先発はね、青柳幸洋投手、そして宮城投手ということで、かなり、えー、まあ、ああ、投球間隔が空いている、 やおい投手からすると、めちゃくちゃ難しいマウントになったと思うんですけど、昨日の僕はもう、うん。 ああ、まあ、ターニングポイントと言いますか、キーマンというか MVP は絶対に青柳投手だなと。シリーズで MVP を上げていいぐらいのピッチングだったんじゃないかなと。それはね、えー、別にそのコース、四隅をつくようなナイスピッチングというよりはもう無失点という一点だけです。本当に無失点でマウンドを降りたというところがもう昨日の MVP、シーズン投手、シリーズ投手の MVP と言っても過言ではないなとおいうようなピッチングでございました。えー、2ヶ月投げてない。約、まあんま1ヶ月ちょいかあ。1ヶ月半ぐらい投げてない状態で、 9月27日が最後の登板と言っておりましたんで、状態でいきなり青柳投手がね、日本シリーズの、しかも38年ぶりの日本一がかかっているマウンドに上がると。おしかもお、今シーズン2ヶ月ファームで過ごして、まあ開幕をね、青柳投手で強制ラで迎えたというところで岡田監督はもう絶対青柳で行こうと決めていたというふうなことをおっしゃっておりましたけども、えー、期待に応えすぎる投球う、1点は取られるかなと思ったんですけども、5回途中無失点、勝利投手はね、えー、後を継いだ伊藤正志投手になったんですけども、完璧な、あ 完璧というかもう無失点の時点で何,何十人なランナーを出しても無失点であれば、えー、OK だというのが日本シリーズ短期決戦でございますんで、青木投手の無失点で帰ってきたあたり、さすがだなと。さすが最多と投手だなというふうに思いました。あ試合の流れからあ見てみますと、 やっぱり、宮城投手も、青木投手も、初回にランナーをヒットで背負って、これどっちに流れが行くんだと、いうところ、ただ3回までは、両投手、無断に無失点で帰ってくると。これ投手戦だなというね、予想を呈していたんですけども、まあ、4回表ですね、スリーランホームランが出た、あところでございました。このスリーランホームランがね、まあ、 ああ、ノイジー選手に出たんですけども、第2戦で、えー、ノイジー選手が、チェンジアップを空振り三振していたと、えー、ということで、えー、まあ、 チェンジアップというのがかなりノイジー選手の頭にあったというところを、そして、1打席目でストレートスライダー、ストレートスライダー、チェンジアップスライダーということで、えーまあ、スライダーを打ってサードゴロになっているんですけども、えー、チェンジアップがね、ボールに外れてるんで、えー、しかも1球しか投げてないので、これ宮城投手と森,森選手のバッテリーとしては、もう大事なところでチェンジアップを使おうと。えー、工藤、えー、元監督がねじ、解説で言っておりましたけども、石橋を叩いて渡った結果がホームランになったと。逆にということで とおっしゃっておりましたけども、安全策、安全策を取った結果、一番脳裏に焼きついていた。えー えー、まあ、あボンダをさせられたと言いますか、打ち取られたチェンジアップ、2戦目で打ち取られたチェンジアップを、野イ選手がかなり頭にあった状態だからこそ、低めのチェンジアップについていくことができたと、開かずに。ただね、めちゃくちゃ難しい球ですし、ストレート、ストレートで2球で追い込まれた後の、チェンジアップでございますから、まずは捉えるというよりはファールにするのが精一杯のような、 コースと、まあ、ボール玉付近のチェンジアップでございましたんで、えー、精一杯のようなチェンジアップに見えたんですけども、しっかりとノイジー選手がレフトスタンドに叩き込んだと。えー、一球目ストレート、外のストレート、二球目インコースのストレート、どっちも厳しい球、ノイジー選手からするとちょっと不服そうに、えー、審判の方にこう首をかしげながら、首を首横に振りながら、えー、打席に入っていました。こういうケースの外国人選手、う、結構ね、この気持ち、いい感情が前に出るような選手であると、これはね、 え、結果がどちらかなんですよ。もう、大ボンダ三振してしまうか、いい結果がめちゃくちゃ出るというどちらかのようなイメージがあったので、僕はね、これお酒を見ながら飲ませてもらったんですけども、ああ、これは危ないなというところと、逆に、えー、ボールに、ボールを振るう可能性がすごく高いなというこの2点、どっちかだなというふうに見ておりまして、そこでね、スターあの、打球が上がった瞬間はこれはもうホームランだと、こういうこの外国人選手の凄さが見えたようなシーンでございました。 ここね、えー、打たれた宮城選手がっくりというところだったんですけども、僕はもう打った、あまあ、ノイジー選手を褒めるしかないなと。 えー、いうようなあ、打席になったと、いうことでございます。えー、で、5回裏ね、えー、ピッチャーがね、東州、えー、に変わってから、えー、森下選手のタイムリーツーベース、大山選手のタイムリッツーナイアンダまたノイジー選手のタイムリットということで、ここで6点。えー、3、4、5番で3点取った、えー、4回表、そして5回も3、4、5番で、えー、全、えー、打点を叩き出すと。いうことで、ノイジー選手4打点ということで、クリーンアップで6打点。 えー、叩き出した。そして、9回の表は森下選手のタイムリーで、クリーンアップで7打点。えー、素晴らしい。今年の阪神の凄さをこの、なんていうかな、体現したような、あ得点シーンになったんじゃないかなと、いうふうに思います。計12安打7得点ということで、素晴らしい攻撃を見せたと。お、まあ、オリックスサイドからすると、9回の裏ね、えー、満、まあ、を持してマウンドに上がった岩崎投手から、えー、初球をスタンド上段ですね、レフトスタンド上段トング選手が叩き込んだというシーンがありました。まあ、 ここで一つ、えー、意地を見せたというところですけども、青柳投手、下本投手、伊藤投手、桐敷投手、岩崎投手の前に、えー、打ち取られてしまったというところでございまして、まあ、オリックスからすると、森、えー、森選手のね、えー、ちょっと調子がね、この日本シリーズ上がってこなかったというところが一ついたかったのかなというところと、やっぱ怪我をね、抱えている選手が、ね、トング選手、杉本選手、えー、というようなこの主軸にね、 え、多かったと。そして山下俊平太投手の先発も書いておりますんで、かなり不利な状況で始まった日本シリーズ、え、ここまでね、4対3ということで、え、勝ち星4対3、ここまで来れた。 オリックス、中島監督の再配とオリックス選手の意地、すごいなと。思うここまで来たら戦力とかではなく、えー、本当にこの目の前の一、えー、球で勝負するんだとお言ったところがね、見えたシリーズになりましたんで、えー、野球って面白いなと、一球で流れ変わるなというところを見せてもらったシリーズでございました。まあ、この MVP がね、近本選手に輝いて、結果、4割8分3厘という日本シリーズ打率。うー <laughs> とんでもない打率をね、ええー、まあ結果残していると。森下選手もね、ええー、新人での打点1位というのを叩き出しましたけども、やっぱりこの一番のこの阪神タイガース日本,日本一を取ったこの魅力というのは、ああ、1点で終わらないこの、 大量得点につなげる集中だ。集中力というところが、あ打線、えーまあ、打順が打線に、ねえー、なっているところを感じたと。どっからでも得点シーンがね、えー、作れるというところが今年の阪神の強さだったかなというふうに思いますし、絶対的監督、岡田監督という、う監督がいる中で、全選手がその監督の才能を信じた結果、 えー、こういう風に繋がったと。そしてね、糸原選手というね、この今年代打でね、かなり、えー、試合数をこなした元、元去年おととしまではレギュラーの2年連続規定打席かな、到達していた、おととしその前かな、2年連続、えー、規定打席を到達していた選手がいるんですけど、その選手が代打に回ってね、チームにこの、なんていうかこの、 えー、ピンチで出てきて、ヒットで結果を残したりと、スタメンで使われたら、スタメンでも結果を残すというような、この優勝する時のチームといいますか、若手とベテランが混在している、まあ、ベテランでて,ても西投手が最ベテランになるんですけども、最年長監督と、 まあ、結果全員が、ほぼが平成生まれと、いったチームが日本一に輝くということはあ、どういうことかと、年齢とか関係なくね、やっぱり監督を選手が信頼した結果というところで、とても素晴らしいバランスでの日本一になったということでございます。えー、見てて楽しい日本シリーズを過ごすことができました、えー。これでね、まあ日本シリーズの解説はね、終わりたいというふうに思いますけども、これで NBB のね、全日程が2023年終わったということで、今年1年も WBC、まあまあキャンプか、実ィスキャンプ 始まって WBC を経て、えー、レギュラーシーズン、そしてポストシーズン。 クライマックス日本シリーズと楽しませていただきました。今年はまだサムライジャパンも残っておりますんで、まだまだ野球に触れる機会たくさんあると思いますんで、ぜひ皆さんもね、野球で楽しんでいただきたいなというふうに思います。僕もね、まだまだ楽しみたいと思いますし、このオフはね、トークショーや野球イベントに参加する予定もございますんで、ぜひ皆さんそちらの方も SNS チェックして遊びに来ていただきたいなというふうに思います。マンデー野球塾続けていきますんで、ぜひ聴いていただければなというふうに思います。阪神大学38年ぶりの日本一、おめでとうございます。あの、最後、中島 の監督がね、えー、選手を引き連れてレフトスタンドに挨拶をに行ったり、えー、それに対して安心タイガースファンが。 めちゃくちゃ大きい拍手をしたり、えー、岡田監督に長島監督がね終わった後近い、ね、拍手を求めるシーンもありましたし、本当に野球っていいなというところが伺えたシリーズにもなりました。えー、これからもね野球で楽しみたいなというふうに思います。さあ皆さんからのメール来,、えー、来週からもお待ちしています、えー。たくさんのねメールに答えたいと思いますので質問疑問感想何でも構いません一行でも構いません皆さんメールの方を送ってくださいよろしくお願いいたします。メールアドレスは K O R アットマーク R K B R ドット J P 小文字で R.K.B.R.T.P. です。皆さんからのメールお待ちしております。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。ゲームセット。<music> HKT48 の柳瀬レイヤーです。R.K.B. ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の小松山ラジオ曲ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon、Music。 ポッドキャストなどで「ももち浜ラジオ局」と検索してフォローをお願いします。